テレビ静岡などが行った出口調査によりますと投票先として最も多かったのが鈴木候補ですが大村候補との差はほとんどなくほぼ横一線の接戦となっていますまた地域別の投票先を見てみますと東部は鈴木候補が4割大村候補が5割強中部は鈴木候補が4割弱大村候補が5割強 また、支持政党別では自民党支持層の3割強が鈴木候補6割強が大村候補立憲民主党支持層の8割弱が鈴木候補に投票したといった結果となっています。